自分でお肉さばけるようになってお店やりたい。もう好きやからしかないですね。向こうが肉切るとこ、はいはい、そっちがサイド。あ、常時ここのキッチン場には何人ぐらいがいらっしゃるんですかね。キッチン場には3人ぐらい。あ、すごい、これ3人こう、もうなんかこっちに1人と、はい、こっちの肉場に1人と、で、ドリンクと洗い物、はい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 、1人1人1人。やったら面白いよっていうのを、そのやるまでの過程が結構敷居高かったかもしれへんけど、その敷居は下げれるから、あの来たらね、もう入ってそこに行くは触らせてあげれるし、一概には多分言えないと思うんですけども、はい、多分ね、あの意識高い人やったらもう、まあ、どんな仕事でもそうなんですけど、多分全然大丈夫です、はい、意識高い、はい、なんか一個の疑問が生まれる人、儲かるからやろうとかじゃなくて、はい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 、はい、これって大丈夫なんかなみたいな、でもっと良くしていこうにはどうしたらいいかなとか、あのそういうのがもう、まあ、社長やったらそういう疑問とか問題って良くしていこうっていうの絶対あるじゃないですか、はい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 、それを常に考えれる人やったら別に素人やったとしても大丈夫と思う。なるほど。ほんまに触りだけ教えた、はい、教えさせてもらった人がいてるんですけど、はい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 、その人はもう発想がすごいんで、発想が、へえ、分からないことあればもうだいぶ上の方なんですけど、社長としても、はい、僕なんかまだやりだってじゃないですか、はい、そういう僕に対してもその分からないことはちゃんと聞くみたいな、へえ、僕あのって聞いて、僕もそれに対しては誠意込めて、あのこうの方がいいんちゃいます、ここはこうの方がいいんちゃいます、はいはい、みたいな言うたら、あ、なるほど、分かりましたって言って、そのまま自分で持って帰って、はい、多分いろんなの試したり、いろんな業者当たったりしたんでしょうね。その表ちょっとした教えただけでもうバーン伸びた人もいてるんで、はい、めっちゃコロナの時に増えたんですけど、はい、肉ってね、はいはいはい、あのいいとこだけくれって言われても渡せれないんですよ、はい、はい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 、焼肉屋したいからちょっと話聞いてくれへんっていう件が結構来ていただいたんですけど、はい、はいはいはい、まあ、そういう時に大体言われるのが、はい、ハラミと、はい、和牛のハラミと和牛のタン、へえ、をだけくれとか、とこだけもらっちょうだいみたいな、へー、でも牛って限られてるじゃないですか、限られてますね、はい、タンも言うたら一頭に一本しかないわけじゃないですか、はい、でハラミも一頭に言うたら、はい、3キロまあ多くて4キロぐらいですかね、ぐらいしかないわけなんですよね、ハラミって。いや、そればっかしくれって言ったらその後の周りどないすんねんってなるじゃないですか、そう、あ、なるほどですね、そうそう、だから それはできないんですよ、基本的に。今ってこういう、昔はね、落書きってされてたんですけど、はいはいはい、今はもうめっちゃ評価され出してるんですよ、こういうアーティストのダイスって LSY、 普通の店作るのって目立たんやないですか、掃除してても、はい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 、でも絵やったら描いてる時絶対おもろいでしょ。あと車でこう通った時に毎回すごく気になるんだよなみたいな感じになって、そうそう、こことかめっちゃ車通り多いのに、はい、あのちょっとずつ出来上がってる絵見てたら何ができるんかって思うじゃないですか、ほんでみんな見てるんですよ、描いてる間って。あ、おはようございます。
銭湯。ヘアステーキソル。親父です。あ、お父さん。こんにちは。じいちゃんカレー屋から70年以上かな。70年以上。僕で3代目で、はい、で息子らが4代目になるか。はい。親父が、はい、多くの人に喜ばれる焼き屋さんで、はい、で多分まあまあ、まあ、1万円札が入ってくるようです。そんな商売繁盛。商売繁盛。ラーメンでもいけるし、そのまま食べても美味しいです。さんはなぜこうこうせお肉のこの業界に入ってますか。一旦でもちゃう業界おったんですけど、結局戻ってきたんで。そうなんです、ね。どういった業界にいらっしゃったんですか。いやもう普通に小売、まあ小売は小売なんですけど、全然売るものが違うので、まあ結局戻ってきたってことは好きやから戻ってきたって感じです。ああでもやっぱり美味しかった、ありがとうって言ってくれたわけですね。ああなるほどです。すごい笑顔してる。はい、ここに出てくれるのそうですね、一番はけどやっぱ精肉屋直営っていうのもあって、はい、と肉の勉強とあとはまあ仕入れの仕方とかそういうのもちょっと勉強したいっていうのがあったんで、はい、その辺で選びました。精肉で、まあ、個人店でやってるっていう、今までちょっとやっぱ会社でずっと長かったんで、はい、ちょっともう一回自分でやるためのそのノウハウというか、はい、そういうのもちょっと個人店の方が近いかなと思ったんで。へえ。なんか一番はその僕ら飲食店ってそのダイレクトにお客さんが喜んでる姿とかそういうのが伝わるんで、やっぱそういう面では一番なんか評価を分かりやすいというか、そういうのがやっぱ楽しいと思うんで、なんかそういうでプラスまあお店によっちゃカウンターとかでやればそのライブ感じゃないですけどそんなも見れたりするんで、なんかそういうのはすごい飲食店のやりがいかなっていうところはありますけどね。なるほどですね。19歳、今年19歳今年20歳20歳ですよね。はい、お肉が好きやから。ああなるほどですね。はい、それでも高校生ぐらいの時からですね。高校3年間もずっと焼肉屋さんでバイトして、あ、なるほどです、みたいな感じで、その流れです。なるほどです。こう滝回さをしたきっかけみたいなのって何だったんですか。え、ほんまにここの前通って張り紙貼ってたんで、あーそれです。それ独立とかも、はい、したみたいなところで、なぜこう焼肉で独立してみたいみたいなと思ったきっかけとかって。もう好きやからしかないですね。あー、はい、なるほどですね。カエナミが一番好きです。それはなんかなんでですかね。もうとにかく美味しいです。ああ美味しいです、はい、柔らかいし、めっちゃ。へえ。はい、なんだろう、プラスになることやっぱりいろんなお店行っても出し方ってお肉一つ一つでちゃうし、はい、今って、まあ、若い子がみたいなさっき言ってたけど、はい、なんか結局お肉食べに行って絶対インスタとか上げるじゃないですか、うんうんうん、だから盛り付けとかなんか何やろ。あ、でも全然合ってました。はい、はい、がまあ勉強できるし、はい、って感じですね。なるほどですね。なんか今後なんかさっきお店をされたいと思って、自分でお肉さばけるようになってお店やりたいです。はい、なんかそれ具体的に何年後とか、何年後、何歳までにとか。25歳まで。あ、25歳までですね。じゃああと5年で。来年や。あったかな。これですね。一番人気なのはアラミサシ。これ。まあ推しはこのレアステーキなんですけど、人気なのはアラミサシですね。やっぱりみんなに喜ばれること、はい、お客さんだけじゃなくて、はい、あの同業者の人とかにもやっぱり相談も受けますし、はいはいはい、あの飲食店やりたいっていう方にもあの。相談しに来たりで、僕は教えれるもんは教えますっていうスタイルなので、うん、そういうふうに人からあの喜ばれる仕事なので、それはやりがいはすごいありますね。あのやっぱ精肉店って帰ってからの美味しいじゃないですか、うんうん、はい、で、あと美味しかったよっていう声が聞こえる、はい、それはそれの良さがあるんですけど、はい、焼肉店はもう切ってその場で提供して、
その場でも答え出るんで、はい、あのもう切ってちょっと増したらもう美味しいとか、そういう声が聞こえてくるから、それはもうたまらん。まあその全部の店舗を日本の下から上まで置きたいっていうのが、はいはいはい、じゃあ47都道府県、はい、まず制覇をして、まあまあすごい先長いんですけど、もう最終的にやっぱり本当海外とかにも行きたいなとは思います。なるほど。ほんまに僕生まれた時から肉近くにおったんで、もうほんまにライフスタイルそのもののっすね、そのままの人生、肉が横にあった人生だったんで、もう人生そのものやったんちゃいます。もうじゃあ人生イコールお肉。そうですね、生まれた時からずっと横に見てきたものなんで、うん、人生が行ったらありますね。なるほどです。今日のお肉で書かせてもらったんですけど、はいはいはい、グラミのお店が肉肉して味わえる、今日赤身のお肉ですね。ちぎれるくらい柔らかい。赤いのみですかね、さっき言ってたお肉これです。赤いのみ、バラのお肉だ、ほんまにちぎれるくらい。これで刺しと、刺し、はい、ローストビーフ、ローストビーフ、お邪魔します。